はいお疲れ様です元光ですすすニュースの方の方チャンネルになります今回の話なんですけど、かなり凶悪な話になるんですけど、ちょっと踏み込んで、ね、お話していこうかなと思うんですけど、まあ、こちらの方の、ねえー、ツイートを見てもらえると、さっと分かるんですけど、11月24日に渋谷でナンパされ、スマホを叩き落としたサラリーマンがいたんですよね。うん、あの女性がナンパされて、えー、しつこくつきまとわれたみたいなんですよ。で、えー、その後暴行を受けたというような話とかもあって、えー、すごい話題になってたんですよね。でネット上 人の人たちがいろいろ特定したりだとかあの YouTube やってる人たちが,たちがまあ、突したりだとかして結局本人たちが分かったんですよねまあ、これすごい話だなと思ってね今回話題になってるんで見ていこうかなと思いますむちゃくちゃひどいことしてましたからねはい、ただねこの2人どういう風なね末路を送ってるのかっていうのをねそこら辺のお話もしていこうかなと思います元光のチャンネルではジニュース系のことをお話していきますのでいいねとまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでねまずまずですね あのすごくあの拡散されたそのそのなんか映像、証拠があるんですけど、うん、あのー、暴行を受けているっていう話ね、うん、こんな感じで TikTok で、ね、動画が上がってたみたいなんですよ、今回、滝沢ガレーさんがねまあ、引用して動画上げてくれてるんですけど、うん、ちょっと見ていこうと思います、えー、始発で帰宅しているとき、しつこく声をかけられ、駅までついて来られそうになりましたっていうね、えー、冒頭からスタートするんですけど、こんな感じですね、えー、ちょっと動かないな。はい、えー ももう、もう、いえいえ、携帯をもろバーンってね、えー、吹っ飛ばされてるような感じになるんですけど、まあ、多分しつこくあの、声かけられてたんで、駅でね、なので、あのー、携帯でその動画を撮っとこうということになったみたいなんですね、怖くなって、まあ、怖いですよね、夜遅くにですね。うん で始発手前なんで,で、あまりにしつこく、えー、声をかけられてたので、証拠のため、動画を回したらということで、もう回してたんですよ。で、こういう状況になったんですよね。で、拾われて、スマホを2回投げられ、使えなくなり、さらに頭を壁に思いっきり叩きつけられましたっていうことで、えー、もう完全に暴行じゃん。こんなことをね、女性がされてるらしいんですよね、この2人組の男に。うん でえーまあ、連れてかれて刑事告訴したいのですが身元が分からないと警察は何もできないみたいですというふうに、えー、この動画を上げてくれてるんですけど、うん、こんな感じで、ね、携帯がもうめちゃめちゃもうボコボコにされてるのです少しでもどんな些細なことでもいいので情報提供のご協力をお願いしますということで、ね、TikTok でこうやって、ね、拡散して、えー、みんなから、ね、情報協力をお願いした人がいたんですよ。うん、でそれの話、えー、話を、ね、特定して、まあ、色々話が進んで,です、ねまあ、まとめ ててくださってるこちらの方がいるんですけどね、かわいすぎる猪之助さんって方がいてですね、11月24日に渋谷でナンパされ、スマホを叩き落としたサラリーマン2人組、TikTok 初で犯人捜しが行われた結果、株式会社ウエストパーク目黒青葉台店の 石川さんと松本さんと瞬時に特定されてしまう、果たしてお客様に寄り添いすぎてしまったという弁明は通じるのかっていうね、こんなツイートがあるんですけど、もう特定班がす,、ねえー、もうすごすぎるということであの、すごい話題になってるんですけど、まあ、ちょっと一つずつ写真見ていきましょうか、まあ、先ほどのように、まあ、2人組の、ね、写真がもうはっきり出てるんですよ。うんまあ、今回ね、あのもうこの写真もガンガン出していくんですけど、はいでえー、このホームページですね、松本、えー、石川っていう感じで、 あのー、しっかりと乗ってて顔写真付きで人生における大きな買い物お客様に寄り添った対応を心がけて日々精進いたしますお客様に寄り添い理想の物件を探しますでまあね2人ともお客様に寄り添うねえ形でやってるというふうに。 言ってるんですけどあのこれは全然違うだろう。だから始発前の女の子にあの声かけまくってしつこくね。で、最終的に手出しちゃうって、何が寄り添ってるのかさっぱり分かんないんですけどね。うん、で、えー、石川遼介さんこんな感じでね、えー、前向き明るいせっかちとかいろいろね、プロフィールとかもガンガン出しちゃってるんですよ。はい、こちら、松本さんもね。 うんまあ、いろいろもうがっつりと、まあ,あの、プロフィールも出てるような状態で、ホームページに載ってたわけですよ。で、はっきりと特定されましたということでね、こんなお話があったんですね。でまあ、とりあえず、ツイートをね、えー、リツイートといいねさせていただきます。もとみつねあの、ツイッターもやってるんで、もしよかったら、いいね、えー、とかね、フォローとかしてもらえるとすごくあの嬉しいんで、よろしくお願いします。はい。で、あ先ほどね、滝沢ガルさんの動画についてもねあの、いいねとリツイートさせていただきますね。はい。で、 えーまあ、その話の続き、まあここあのー、リプライがあるんですけど、えー、会社に伝達したところ、現在、事実確認をしているのでわからない、他にも問い合わせをいただいているとのことでしたと、もうすごい話題になりすぎて、まあ、ここまで特定されてるんですよ。うん まあ写真と動画見比べても、誰がどう見てもね、ほぼ一緒の人にしか見えないんですよね。二人組でね。で、会社で突撃した方がいて、本日付で退職したそうですと。えマジかよ。本日付で退職これ本当かよ。会社がそういう対応したのか、何なのか分かんないですけど、とにかくあの退職したらしいんですよねで。ちなみになんですけど、その会社のホームページを調べてくれてる人がいてですね、ホームページ見に行ったら、全スタッフがいなくなってて、くさっということで。え ということさっきまでのね、あのー、プロフィールのページがなんかくなってると、全スタッフ0名になってるらしいんですよ、ウエストパーク。<laughs> えマジかよ。おい、これ、あのー、ね、会社全体でね、もうなんか一旦、あのー、引きし作業に入ってんじゃないのかっていう風になってるんですよね。えおかしいだろ、これ。うん マジででまあこういうね、えー、状態のものにです、ね、いろんな人のねコメント、リプライがあ,のあるんですけど、はい、一つ一つちょっと見ていこうかなと思います。スタッフ紹介、写真でも殴ろうとしてるやんっていうことで、えー、手挙げてるからかな、はいまあ、こういう意見もあったりだとか、えー、特定班、もう特定専用の警察になれ、優秀すぎるということで、ね、すごいですよね。めちゃめちゃ早いんですよ、この特定の仕方 まあそんな簡単に特定できるんだって。まあね、あの実際に TikTok で顔も上がってたんで、それはね、えー、知ってる人からしたらすぐ特定できるのかなとは思いますけど、ほんまに警察になれって感じしますよね。すっげえ、すぐわかるんだって。えー いろ、まあ、んなのがあるんですけど、はいはいまあ他にもちょっと、えー、ちょくちょく見ていきましょうか。うーどれがいいかなあこちらとかいや、顔の識別が苦手だから、使ってみたら同一人物と出たっていうことでね、なんかこういうアプリみたいなのがあるんですかね。でそれで、えー、一つ一つ、まあ、スクショをったりして、が顔を、ね、調べてみたら、えー、これら2つの顔は同一人物のものです。信頼度は0.92068です。<laughs> やっぱり本人じゃん顔一緒じゃんっていうことでねわざわざ調べてくれてる人がいるんですよはいこちらもリツイートといいねしておこうと思うんですけどはいで、えー、まあ、結構ねいろんなあの方がいるんですけどはい、えー、追い詰められると弱気になるのかどこまで耐えられるのかも見ものだなとかまあいろんなね、えー、このひどいことをした男性たちにあのもう すすごいあの批判のコメントが集まってる状態なんですよこれあまりにも非道なことだと思うんでね実際退職してそれで終わりになっちゃったら、まあ、なんかね、あのー、本人たちも緩いんじゃないのかなと不動産退職して、まあ、別の,あの会社で勤めることになるのか何なのか分かんないですけどそこまで、えー、ひどい条件状態にならないと思うんで是非ね、まあ ここまでで特定されれてるんであれば、刑事告訴なり、何々ねまあ、本人も女性の方もしたいって言ってたんでぜひ、ね、刑事告訴したりだとかしっかりと社会制裁を受けないとこれはあまりにもひどいよだってね始発前の女性あまあなんか人に声かけられるのも怖いよと思ってるような女性に対してですよ。あの声かけてきて挙句の果てにあの暴力を振るって。 これは完全に障害罪だとかにもなあると思うんでね、あのぜひ追求してほしいかなと、うん、そういう意味で、あのいいね、えー、ニュースが上がってくることを元光はね、あのー、祈ってるばかりです。はい、ということでね、まあ、今回お知らせみたいな感じで、えー、なっちゃったんですけど、動画にさせていただきました。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。